はい、グッドミュージックタムレコードの DJ キビです。本日はですね、サンプリングの元ネタ紹介っていうのをやっていきたいと思います。まあこのチャンネルをねいつも見てくれてる人だと、サンプリングをね対決シリーズっていう形で、同じ元ネタでこっちの曲とこっちの曲どっちの方がいいですかねみたいな、シリーズでお送りしてたんですけれども、なかなかですね同ネタで、対決っていうと、ネタがどんどん少なくなってくるので、普通に、このサンプリングの元ネタってこれですよみたいな紹介の方も、ちょっとずつやっていこうかなと思って、今回はお送りしてます。で、いつもねこのチャンネル見ている人なら、サムネを見て、コモンのね曲だなっていうのは分かってるかなと思うんですけれども、どの曲のどの元ネタかっていうのを、ネタバレにするとちょっとあれかなと思ったんで、まずは今日は、元ネタの方から紹介したいと思います。こちらになります。はい、こちらですね。リンダ・ルイスの、これはリンダ・ルイスの初期の、ベスト版みたいな形になります。リンダ・ルイス自体は、70年代から90年代ぐらいまで活躍してたアーティストで、ソウル・ファンクから、ディスコとかですね、そのあたりの曲を多くリリースしてるんですけれども、コモンのあのアルバムだと、あの曲かっていうところがね、大ネタというか、大ヒット曲が2曲ぐらい 2,3 曲ですかね、あるので皆さん予測してたかもしれないんですけど、多分そっちかっていう方だと思います。もう一個の方はまた別の機会で紹介したいと思いますので、ぜひ引き続きチェックしてください。それでは、早速ちょっと聞いていきましょうか。リンダ・ルイスの、オールド・スモーキーです。はい、リンダ、ルイスのオールドスモーキー、こういった曲なんですけれども、皆さんもこのネタで あの曲かなっていうのはイメージしてるかと思うんですけれども、ぜひ楽しみにしてください。で、このリンダ・ルイスがですね、このオールドスモーキー自体はもともとラークっていう、アルバムに収録されてる、72年とか4年とか、前半の曲なんですけれども、ちょっと僕そのアルバムはレコードで持ってなくて、今回ベスト版からチョイスさせていただいてます。結構ねロックとかいろいろやってる人なんですけれども、この70年代がやっぱり全盛期かなと思いますね。リンダ・ルイスのオールド・スモーキーでした。今の部分でですね、僕はこの元ネタから
コモンのあの曲につなぐっていうのを結構現場とかでもやってました。まあなかなかね元ネタが書けれる現場っていうのが限られてはいるんで、まあ、結構ね自由にやらせてもらう、なんかまあラウンジスタイルの時とかは使ってた感じですね。はい、じゃあまあそれこの、リンダ・ルイスのオールドスモーキーを元ネタとして使ってる曲はこちらになります。はい、コモンの、あ、ここで言ったら面白くないかな、まあ、この曲、このアルバムに入ってる、あの曲ですね。早速聴いていきたいと思います。はい、まあ大体ねこのコモンのアルバムの、まあ、皆さんが好きな2曲は A 面にね入ってるあの2曲だと思うんですけれども、本日の、リンダ・ルイスオールド・スモーキーを元ネタとして使ってるのはコモンの GO です。はい、コモンの GO なんですけれども、まあ、フィーチャリングカニエ・ウェストで、あれですね、プロデュースもカニエがやってる感じですね。まあ、このカニエっていうのはカニエ・ウェストっていうのが、結構何ですかね、サンプリングを、使って曲を作ってるっていうか、まあ、ちょっとねサンプリング多分こだわりを持って作ってる、アーティストで、まあチャガカンのスルザワイヤーとかですね、まあ、45回転にして使ったりだとか、まあ、当時この2005年前後ぐらいですかね、カニエがどんどん出てきて、まあ、JG とかの、ね、曲とかもし始めて、一気にねまたそのヒップホップの何て言うんですかね、ステージアップみたいな形で、まあ、一皮むけたかなっていうような時代ですね。はい、コモンの GO でした。まあ、このコモンの B というアルバムに収録されている、曲なんですけれども、まあ、皆さんねこのアルバムって結構好きなアルバムに選ぶ人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、めちゃくちゃおしゃれでかっこいい、アルバムですね。で、1曲目の B ですね、イントロに使っている B っていう曲があるんですけれども、まあこれがねめちゃくちゃかっこよくて、まあ今日はねこのサムネ見た人は、その B を期待してた人もいるんじゃないかなと思います。まあ、B はですね、ちょっとまたとっておきの回の時に、置いときたいと思いますので、ぜひ引き続きチェックしてみてください。はい、まあ、結構あれですよね、この辺りっていうのが、ジャケットとかもねめちゃくちゃいいので、僕の埼玉の先輩の人がやってる、お店がカフェがあるんですけども、そこにこの B を飾っててめちゃくちゃかっこよかったのを覚えてますね。ぜひカフェとかですねお店してる方はですね、こういうジャケットにちょっとこだわりを持ったものを、レコードとか飾るとおしゃれなんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、そういった形でですね、本日は、まあ、ちょっとねいつものサンプリング対決シリーズとは、まあ、変えてみて、サンプリングの元ネタについてというかね、ちょっと深掘りまあしてないですけれども、サンプリングの元ネタとサンプリングされている曲、サンプリングをして作った曲の紹介をさせていただきました。まあ、引き続きですね、皆さんのおすすめの、サンプリングの曲であったりだとか、元ネタっていうのを募集して
してますので、ぜひ、コメントの方よろしくお願いいたします。でまたですねサンプリングシリーズとかをですね、再生リストにまとめてますので、ぜひチェックしてみてください。で、まあ、ちょっとでもね面白いと思っていただけたら、いいねであったりだとかチャンネル登録していただけるとありがたいと思います。はい、まあそういった形で本日もお送りしました。グッドミュージックタイムレコードの DJ キビでした。ありがとうございます。